森クローバー第33ページ目、本日も皆様と素敵なページを続いていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、やり直しますか。大丈夫。いや大丈夫です。あの大丈夫です。久しぶりすぎてちょっと忘れちゃってたっていう、ちょっとそうだな、続いていきましょう、うん、あったわ、そうだそうだ、リハビリしないとやっぱりね、ちょっと忘れちゃってた、ちょっと、いやいや忘れちゃう、今日まで溶けちゃったかな言うて33回やってるんですけど、ね、あ、すいません、ね、ちょっと忘れてしまいまして、ちょっとお久しぶりでございます、本当にすみません。なんならこのね、上のね、33ページ目っていうのを打ち替えてるのはあなたですか。ちょっとそんなね、あの実はこうちょっとしっかりしてたみたいなとこちょっとしもう広げなくていいから、本当にもうね、実はそういうとこちゃんとね、こう忘れたふりしてちゃんと実は書き換えてるみたいな、そんなしっかりしてるなんて言わないで、本当に。いやそんな、実は冷静なくせに実は冷静なくせにやめてやれよ体温35度2分なくせにもう冷静な、もう熱が下がればこっちのもんよ、もう、うん、熱が下がればということで、皆さん4人揃いましたよ。はい、ありがとうございます。やりましたよ、久しぶりに。お待たせしました、ね、お待たせしました、お待たせしました、はい、やっとだよ、先週ね、ありがとうございました、本当にあの、ね、全部やっていただいてしまいね、本当だよ、うん、ね、嘘本当に。いやなんかね、いやなんか先週そのやっぱスタンちゃんが体調崩して休んでたんですけど、その時僕がね、はい、こう、はい、あのメモクロをね配信撮ってたんですけど、はいはいはい、いやもうなんか大変でしたよ、うん、でそれをねこうリーダーがねこう毎週こうやってくれてるんやと思ったらね、はいはいはい、またなんかこうね感慨深いものがありましたね、うん、あとね僕はね前回の放送ちょっと聞き直してて、俺シルちゃんに軽く謝らなきゃいけないことがありました。何、うん、あのさ放送が始まってさ、うん、今日なんかシャキミ声ちょっとおいすちょっと違うよねみたいな話をしてたじゃないですか。してたじゃないですか。それね、あのタイムラインで見たわ、それ、あタイムラインで見ました。リスナーさんがツイートしてみて吹き出しそうだったもん。あのですね、あの、うん、まあ、あの結果から言うと、うん、マイクが反対になった。初心者かよ。あのびっくりした僕も。その配信が終わって、うん、あの自分で歌アク撮ってる時に、あれまだ音質がなんかこもってんなみたいな、うん、酸素ボンベつけてますかみたいなコメント来てて、やかましいわと思ってたんだけど、うん、いやまさかなと思ってマイクをクリーンってね180度回転したら、ただいまってなった、うん、音質なんでさ逆さになってたのそれ。一回マイク落としたんですよ。あーなるほどね。で立て直した時に逆さになって、うん、逆さというか裏返しになってるの気づいてなくて、うん、マイク新しくしたから、うん、なんか表裏よく分かってなくて、なんかね表裏めっちゃ上がりづらいのこれまあ分かりづらいちゃんと見ればいいってエンブレムがもう真正面に来てんのに全然見えてない。で結構ね歌がやりながら落ち込んでて、ちょっと買ったばっかなのにもう壊れたやん。いやそんなはずないやろ、ね、NT1A かよ、うん、あっと思って、でもなんかね、うん、声が遠いって言われたから、うん、そんなわけないよ、指向性とかがあるからね、うん、そう指向性とかがあるからおかしいなと思って、だから前回の配信でなんかしるちゃんの枠でなんか撮ったらなんか僕が音質悪くなるのかもしれないねみたいな言ったから完全にもう120対0で僕が悪かったっ、だってしかもあれでしょ、あの反省会もそのまま撮ってたんでしょ、うん、あそのままです超音質悪いやばいもうあれな、活動8年目だっけ、本気でスカイプマイク並みの音質になってて、8年目の配信の音質じゃねえなこれみたいな、全部設定見直してさ、うん、あのなんだっけ、そう全部あの OBS とかさ、うん、設定見直しても全然直んなくて、 EQ か EQ が悪いんだみたいな、全然 EQ がでもさ、なんかそのわしも全然関係ないあのメモクロの回の、うん、録画その先週の時、うん、見てたんですけど、うんうん、毎回僕音質良くないんですよね。あー、うん、でもマイク裏なんで、裏返しなんですよ、マイク裏これ裏かもしれない、マイクが裏返ってる、マイク裏これ、うん、ちょっと裏返してみて、試しに裏返してみて、いきますよ、試しに裏返して、こんにちはもっと悪くなったけどあれ、ね、あれ先週のおしゃけ音質になってるこれ完全に一緒、こんにちはこんにちは、え、それで裏、これは表です、ね、あ、表か、もう分かんない、どっちも回転2万マイルやで、マジ、うん、ディズニーシーか、スタンちゃんは分かるんだけど、おしゃけもマルグリちゃんもすごいクリーンなのに、私だけボフみたいな、なんだろう、遠いんじゃないの、今日ちょっと小さめです。あ、いやだからその一人だけおでかくてブワーってなってたから、うん、今日ちっちゃめなんですけど、なんかちっちゃい。ちっちゃいっぽいですね。こっちは一緒だけどね。うん、そうなんやね。買い替えよマイク。買い替えますか。で俺がそれをもらうから。いやいや。
そんななんか変わるもんでもないだろうっていう。ほんまや、うん、あでも今使ってるやつは歌い手始めた時に買ったやつですかね。うわー物持ちいいね。いや待って、壊れてそれ壊れてるよ多分。嘘、え、それのせいな気がするんだけど普通に。え、でも個人配信の時そんな汚くないでしょ。え、でも6年前でしょ。うん、6年前くらいに買ったマイクで、もう消耗品だよ。6年前ってことは、もう中身がね、錆びてる。うん、錆びてないから買い替えましょうみたいなさ、うん、修理に済むものをさ、機種変更させるような原因みたいな。うん、あ、錆びてる錆びてる。あ、じゃあセカンドマイク使うわ。セカンドマイクにします、これからセカンドマイク。セカンドマイク。あ、でも個人配信大丈夫だってすると、ちょっとなんか謎だね。うん。うん、まあ。気にしないでおこう、うん、気にしないです僕は気にしないで、うん、俺気にしない、うん、声がね届いてればね何でもいいんすよそんなもの。うん、まあ本日は皆さんね、黒い人いなくてね、この配信画面が、はいはい、お腹ピーピーダウンになってる人もいないし、そうですよ本当に。まあ、ただね本当にしんどかったですね。シャイニーカラーって感じ、はい、でもなんか良くなって良かったです。うん、まあ、本当に良くなって良かったよ。2週間もかかったな、ほんのに、はい、2週間もかかったそんなことあるっていう、うん、どんな感じだった、どんな感じか話す、どんな感じだった、あの、うん、じゃあ30秒で30秒で、うん、もうね、あの幻覚が見えて、あのお腹から垂れ流しみたいなね、下のお尻から何言うの、お腹から垂れ流し、お腹から垂れ流しはおかしいで、垂れ流しやで、ほんまにもう、うん、帝王切開しとるやん。いやいや、もうでもなんで俺だけ食中毒になったのかがわからないっていう、うん、そうだよね、うん、そうだね、もう本当に運が悪かったとしか言いようがないというね。うん、まああのね、シルちゃんも最近一緒にさ動画上げてたね、うん、社長いるじゃん、どっかの某社長、うんうん、某社長もカンピロバクターのツイートしてたよね前そうなの、そうなんだよ全然社長のプライベートも実は全く知らない、うん、それ見て俺カンピロバクターがすごい印象に残ってて、うん、俺もこれ絶対カンピロバクターだろうと思って、その熱出た瞬間にカンピロバクターっていうものに僕出会ったことがないんだよ、うん、やばいよ 40.6 度まで上がるからね、気をつけた方がいい、ね、そうなんだ、うん、もうだからカンピロバクターかもしれないみたいな話をしてた時にガガガガガってカンピロバクター調べて、あー鶏肉食べたって言っちゃった。いや食べてないんだよな、しかも鶏じゃないんだな何にも知らないのにガガガガガ調べて、あーもしかして鶏肉食べたって言ったら、いや鶏肉じゃないとか、あ、そうだったな、あなたシルちゃんめっちゃ詳しいやんって思って、絶対これさもうケポン君か社長に聞いてんだろうな話をみたいなさ、ね、カンピロバクター済みなのかと思って、もう済みかと思ったら、もう全然知らないのに、もうなんか知ってる体でこうラインを送ってくるっていう、うん、何も信じられませんねということでね、33回始めていこうと思いますはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、まあそう中身を始める前になんですけども、ちょっとお知らせをすることが、そうでした、もう一個ね、うん、ございましてですね、はい、先ほどのツイートを皆さんご覧になられたでしょうか。はい、はい、公式からツイートさせていただいたんですけどもね、12月の27日に予定しておりました、はい、アドベントクローバー再開のクレノアなんですが、はい、はい、公演中止ということで、はい、はい、決定いたしました。はい、まあちょっとね、はい、残念ではあるのですが、残念ではあるんですけど、あ、みんな見てくれてる、ありがとうございます、ありがとうございます。ただまあ後ろ向いててもやっぱ仕方ないなというので、ちょっと明るくやろうと思います今日はね。うんうん、まあまあ本当にね、こうこの今の情勢っていうものがあったりね、こうやっぱりこうメンバー間の中でのそういう事情とかがあったりとかして、やはりねこうなかなかこうライブを、ね、まあ、そうですね、うん、この間我々はあの UMM の人たちとボクロスっていうイベントをやったんですけども、うんうん、まあ、僕 UMM の人たちとは基本的に配信であのなんかバラエティーショーを、うん、いくつかやったりしてるので、うん、まあ、それをリアルタイムに見せられればっていう形で、あの一応イベントをやったんですけど、うん、まあ、この我々クレノアの4人としては、うん、なんかこうやっぱ、まあ、そのクレノア結成して初めてのイベントっていうのもあるので、うん、やっぱりこう音楽をちゃんと、そうね、そうなんですよ、届けたいという気持ちがあり、うん、無理やりやるのもどうかなっていうようなところだったので、うん、安全を期した状態でやれるときにいつかやりましょうという結末になりました、うん、はい、はい、って感じなのでぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。いやー本当にね、来年は落ち着いてくれることを俺はまあ本当にね祈っておりますが、うん、本当にね、やれる場所なくなっちゃうよ、うん、いや本当に、うん、我々が元気でも場所がどんどんなくなっちゃうね。そうなのよ、ライブハウスとかも それが怖いままでで、うんうん、だからねちょっとまあ本当に、まあその、まあ、我々が中止にしてこういうこと言うのもあれなんだけど、まあ、全然ライブをやってるとこはやってて、うん、そのまあイベント、ライブイベントがこう着々となんか、まあ一応ソーシャルディスタンスはあるにしても、うん、結構ねやってるとこ増えてきてるので、うんうんうん、まあ、なかなかその何ていうの、あの全開に向かってるから、まあいつかは必ず4人でイベントができると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。うん、いやー本当に歌歌いたいね、でも。いや本当よ、今年何も今年何にもしてない。一度も人前で歌ってないっていう。何にもしてない。
うん、ね、あれ払い戻し期間が前回のものなんですか。もう払い戻し申請してもいいよ。何それは、お問い合わせして、はい、もう一度再度ツイートするようにちょっとお知らせいたしますので、ちょっとお待ちください。はい、申し訳ない。はい、申し訳ない。申し訳ないです。ちょっとね、こちらのその URL が反映されるところをちょっと我々も見てないので、うん、あのね、ツイートしたところから多分反映されると思うんだけど、うんうん、まあ、それは不備なのかどうなのかちょっと確認しておきますね。申し訳ない。そのまま使えるかどうか、うん、まあ、多分大丈夫な気はするけどね。まあ、そうだね、うん、多分そのまま使えるとは思うんだけど、はい、一旦ちょっと保留で、はい、すみません、すみませんが、よろしくお願いいたします。多分大丈夫だと思う。はい、まあ、一応イベントについてはこんな感じでございますが、うん、はい、あとは本当にね、しかし残念なもんですわ、うんうん、残念ですね。もう外出てない、外出る機会がどんどん少なくなっちゃう。ちょっとね、俺も体調が戻ったので、またカラオケに行きましょう。はい。はい。うん、しるちゃんはね、通話をに、通話からね。はい。まあ、そういうちょっと顔のね、違った機会でまあ届けられるようには頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お茶番組ありがとうございます。はい。はい。で、イベントはそんな感じなんですけども。あとはですね、先日、我々新作が上がりましたよね。聞いてくれましたか。上がりましたよね。皆さん聞いてくれましたかね。ミセスパンプキンの滑稽な夢。そう、ミセスグリーンパイナップル聞いてくれましたか。もうぐちゃぐちゃやん、ね、ありがとうございます。まあ、ここで話す前に僕自枠で結構、うん、もう細かくね、うん、あのみんなには結構話したんですけど、うんうんうん、ミセスパンプキン、いや、あのね、ミセスパンプキンね、うん、今回すごく良くてね、みんな、うん、うん、なんかね、いいとこ詰められたって感じがしますよ。確かに本当に、うん、あの、貸し分けが間違ってなかったっていう、うん、あれどうしたのどうしたみんな、ごめん、昨日お葬式でーって笑えねえわ、うん、そうなんだね、笑えへん、はい、それ本当にそうだった、本当にそうだった、えって思っちゃった今ね。えってなった。そんなに俺、あの、今、あの、外界と遮断してたから、もう本当に信じちゃうからやめて、そういうすいません、すいません、本当に人とね、こう喋ってなかったからね、はい、うん、ああ、なるほどね。いや、まあ、ただ本当にその歌詞分けがね、もう俺、まあ、以前に一度、まあ、別の人と歌ってるんですよね、何年も前に、うん、あの曲自体は、はい、うん、はいはいはい、だからなんか、まあ、久しぶりにまたこの年になってね、この年になって、この年の、いや、別に若いうちしか歌えないわけじゃない、あ、いやいや、でもまあまあまあ、この年になってまた歌ってみて、うん、うん、いや、自分のやっぱね、そう、そのあれぐらい、あ、ごめんごめんごめん、 AB 型で出た、あー、いいよ、喋っていいよ、じゃあやめとくわ、もう喋るの、うん、なんでや、弱いなんでや、メンタル生きたい、生きたい、強く生きろ、強く生きてくれ、いや、いや、なんかあのね、いや、ただ本当にやっぱこの年になってもう一回歌ってみて、ちょ、声にね、深みが出たんじゃないかなっていう、やっぱちょっとダンディー、だって歌ったのいつよ、お前、俺はもう8年前くらい、いや、それは深み出るわよ、俺やっぱ声にね、やっぱダンディーさがすごい加わったんじゃないかなみたいな、いやいや、ダンディーさを含めさせる歌詞分けをしとらん、だいたいおめえロリ声の方が良かったじゃねえか、ロリ声を求めているロリ声に深みが出たっていう、全然意味が分からない、貫禄があるかもしれない、田村ゆかりみたいな、やめろよね貫禄のあるロリ声みたいな、やめよ、ほんとね、うん、来年あのスタンさん10歳になるんだからね、うん、スタンさん10歳になるわ、うん、よスタンさん10歳になるんだから来年、うん、そう、貫禄のあるロリになりつつあるから、ね、やっぱ最近日暮らしを見ててね、うん、思うんだけど、貫禄出てるな、やっぱこのリカちゃんニパーって、うわー、貫禄があるもん、この声もみたいな、うん、まあ、それと似たような感じだった、そういう風に見たらもうそうなるやん絶対、うん、だってもう、うん、だってそうじゃない、アニメ見ててもさ、なんか出てくるキャラクターを全部声優の名前で呼んじゃうからさ、いや、まあ確かにね、お、確かに 俺らそういうとこあるよね、でも中の人、お、中原は久々にヒロイン役で見たなみたいな、なるでしょ、中の人で呼ぶあれじゃないから、うん、中の人で呼んじゃう、うん、アニメ評論家飽きちゃったよ、アニメ評論家、うん、で、エビ型は戻っていい話、うん、エビ型何を忘れちゃったよ、マルグレちゃんも2回歌ってんのもね、あ、そうだね、うん、そう、で、僕も2回目なんですよ、おお、そう、で、ちょうどこのミセスパンプキンをこう歌うって言って録音してる時に、うん、まあ、そのね、前回一緒に歌ったリスーさんから電話かかってきまして、あ、そうなの、うん、そう、電話かかってきまして、うん、いやね、今ちょっとハロウィンの歌やろうかってみんなで話してるんだけど、うんうんうん、ミセスパンプキンどうって言われたから、うんうん、いや、ミセスパンプキン歌ったんだよね、リスルさんとって言おうと思ったら、うんうん、他みんな2回目だって言うから何も言えなかったって言っといた本人に。そう、やっぱシャキミも2回目だもんね。うん、僕は2回目ですね。え、本当に？いや、1回目です。僕1回も歌ったことないもん。なんかあの往年の名曲結構歌えないの多いよね、実は。
ああそうかも、うん、なんかこれ誰でもボカロ歌ってたんだら歌えるだろうみたいな、いや俺これ知らないんだよねみたいなさなんかね歌えたんだけど、うん、音源化しなかった、うん、あるよ、うん、僕は昔めちゃめちゃ聞いてたからミセスパンク、うん、ジャカランダスー歌うから聞いてた、それはもうおめでたいねかなり、うん、おめでたいです、うん、頭の人ね、うん、すごい聞いてたしてるんだけど、うん、でも音源化しなくてやっとできたなっていう、いやね本当に感じでしたね、まあ、ただ私メルトとか知らんのよね、マジ、あそうか、だって歌えはする、いやメールとしか歌えない。ああ、サビね、サビ。ミールトンみたいじゃん、それ、あの、子供でも。メルトやね。ああ、ごめん。ミルトンじゃない。ごめん、ごめん、間違えた。で、あの、今回はね、新しいあのイラストレーターの方を、そう。お迎えして、うん、はい。ね、クリスさんという、そう。方でございますね、うん。いやー、すごい、すごいね。我々、本当に恵まれているわと思って。うん、絵がね、お上手、本当に。お上手なんですよ。うん、もう、本当にお上手。あの方だって、なんか、その、クリプトンフューチャーメディア様からの、あの、ね、公式の仕事を受けてるようなね、方ですかね、ミクの。うん、クリプトンのイベントをやってたらね、一回は見てんじゃないかっていう。そう、ちゃんと。え、見てるよね、多分。そうなんだよ。うん、普通に多分見てると思う。うん、でも、あの方の日常のツイートは、もう、あ、いる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 ありがとうございました、本当に。ありがとうございました。ありがとうございます。本人いらっしゃったね、ありがとうございます。いらっしゃった、うん、我々クリスさんの見つけ方が独特すぎて、いやそうなのよ、うん、いやもう本当に見つけたのはたまたまだったんだよ、ね、そう、本当にたまたま、うん、まあ、この方がまあ、ね、10年前にそのイラストの描かれていたそのミセスパンプキンのイラストがあったんですよ、はい、なんか結構無料でその時の当時はなんか結構使っていいですよって多分配布してたのかな、違うか、普通になんかピクシブに、そうピクシブに上がってたご本人様が上げてたイラストが結構まあいろんなところでなんか使われてたみたいで、でそこからまあね、このイラスト良くないって、でも10年前のあれだよってなって、ね、そうちょっとご本人様にね、こう使用の許諾のご連絡してみようってもうないのに本物が、そう本物がもうないんだよ、本物もなかったんです、うん、でそこからあのメールしてさせていただいたら、まあ、いやいやもうこちらこそありがたいお話ですね、もうむしろリメイクで書かせていただいてもよろしいですかみたいな、いやいいんですかこちらこそみたいないや、うん、本当にね、まあ、ところからね、書いていただいた、はい、書いていただいたんですよ、本当にもうだってあれミクのだってさ、ハロウィン系のさゲームがもしあったとしたら、まあ、SSR のあれだよね、あそうだね、完全にね、うん、SSR ミセパンミクだね、うん、あれはハロウィン限定だね、あれは、うん、ハロウィン限定のミセスパンプキン当たり SSR ミクのイラストだね、あれはね、イベント特攻がつくやつ、ハロウィン特攻つくやつ、ハロウィン特攻つくやつ、いやー素晴らしい、ありがとうございます、っていうね、あのちょっとした裏話がありましたというね、うんうん、あそうなの、あの今クリスさんの話したらクリスさんがひょこっと出てきたけど、多分ねこの放送結構見てるっぽくて、うん、なんかやっぱそういう作ってるけど、うんうん、多分だけど、うん、うさみさんっつったら多分うさみさんがお茶投げてくる、いやうさみさんがいるんだよな、うさみさんでもいるから、うん、意外とね見てるんでね、いや本当に、うん、口はちょっとね失礼のないようにやちょっとはい、いやあいや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 いらっしゃいましたね、いやいるね、いるよっつって、こちらこそもう本当にありがとうございますね、サミさんもね、ありがとうございます、いつも本当に、はい、神様、はい、ありがとうございます、ということで関係各位今後ともよろしくお願いします、はい、お願いいたします、よろしくお願いいたします、はい、あ呼んだ、あすみません呼びました、いや本当にでもね恵まれてますよ、周りの方々に本当に、うん、本当に恵まれてると思う、いやありがたいです本当に、今後ともよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、お願いします、うん、まあ、ただ本当にね全然話変わるんですけど、クリスさんのあのツイッターのツイートがねすごい可愛いんですよ、息子さんのね、ああそうだ、微笑ましいよね、そうなのね、鬼滅の刃のあのキャラクターとか、あのあと部屋がすげえあのおもちゃで散らかってる部屋のね写真とか見てね、すごいほっこりしながら見て、っていうね、あのちょっと散らかった部屋が見れるというねおもちゃで結構ほっこりする、大丈夫なんその話、うん、ツイッターに上がってるから、ね、うん、ぜひぜひ皆さんね飛んでみてみてくださいということで、はい、飛んでみてください、はい、ハロウィンのイラストは近所の友人もすごい可愛いの描いてくれて、確かに、うん、そうびっくりしちゃってね、うん、恵まれてるのは本当にイベントサイズのイラストも、うん、ネットプリントっていうね、なんかそうネットプリント、皆さん行ってきましたか、すいません、そうか、うん、ないです、すいません行ってないです、行ってないです、あ違うリスナーさん聞いたんよね、家でプリントします、家でやります、いや俺らはねやっぱ10日素材もらえてるからねいつでもプリントできる、うん、でもできるね、いつでもできる、うん、おうちプリント可能だからね、うん、あ皆さんと皆さんと違うやん、うん、後でいいかなって、うん、それはマルグリちゃんの回答だな、うん、学力テスト、来週大阪行こっかなって、行こっかな、一期一会覚えてるじゃねえか、何言われ、行こっかな、忘れねえわな、あんな、うん、
はい、まあそんなこんなでね、ハロウィンからまあつなげてね、話がまあいけるということなので、次のところまで行きましょうか。はい、では、はい、じゃあタイトルコールお願いします。はい、皆さん、ハロウィンは何の思い出がありましたか？メモクロ郵便。これさ、向こうはあれエコついてるの？そうだよ。こっちエコついてないから、すげえ滑稽な声。うん、そう。しかも BGM も流れないしね。滑稽な夢って感じ。もう滑稽な夢ですよ、本当に。滑稽な夢って感じ。大丈夫、向こうにはもう本当にね、うん、もう水瀬祈りメロディーフラッグコーナー紹介並みにやっぱしっかりしてるから任せて、うん、このコーナーではですね、あの皆様からいただいたお便りをなんでスルーすんの。あ、あれあれあれ、あ、ごめん、まだ話してるんですか。まあいい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 いハロウィン当日の話ではないんですけど、去年ライブで連番する子に誘われて USJ のハロウィンホラーナイトに参加しました。お、私は仮装みたいなものはしませんでしたが、パーク内でフェイスペイントをしてくれるお店があったり、仮装して遊びに来ている人もいてすごく楽しそうでした。うん、夜には映画で見たことあるエイリアンとかモンスターがパークの中に出てきて、ゾンビがわめきながら私たちを脅かしてきたり追いかけてきたりするので、ゾンビが出てこないエリアに移動したりアトラクションを回っていました。でも決まった時間になるとエリア内に音楽が流れてアイドルゾンビさんたちが踊ってくれるので、みんなで手拍子したり写真を撮らせてもらいました。ゾンビは怖かったけどいっぱい叫んでスカッとしました。皆さんはストレスを発散するために何かしていることはありますか？長文ですいません、読んでくれてありがとうございました、というお便りでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだろうな、あの別の世界線の人かな。僕は知らないですね、やっぱこういうことがあるっていう。あ、本当に現実世界であるんですかね、こういうことがね。ザ・ USJ だって。ザ・ゾンビ USJ ってことないよね。楽しそうだね、君たちに。え、ポップテピピックがおったな。ゾンビの好きなものなんだ、なんだっけそれ、もう思い出せないわそれ。ゾンビが好きなものなんだ。ゾンビ好み。ははははお、どうぞ。そんなのないよ。バーッ。あー、懐かしい。うん、全然わからん。ゾンビ好み、ゾンビの好きなものだから、ゾンビ好みとゾンビ好み。もういいよ、説明しなくて。わかんないって言うから、全然わからん、未だにわからん。ごめんね、あの二度とやらないからもう許してほしいわ。うん、ちょっと久しぶりに、ね、知りたいとこそこじゃないねん、それで何か知りたいねんって。USJ に行ったことある？みんなないないんですよ。一、ね、回だけ終わった。出た。え、俺あるよ。ある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 。 あるよ。よかった。そう、俺さ、できた瞬間に行ったんだよ。うん、できた瞬間に行ったの。できた瞬間に行ったんだよ。ってことは USJ できて一番の客やん。うん、本当にできた瞬間だからね。瞬間くらいのね。そう、リアルにその初段何番目ぐらいのレベルだと。すごい、マジ。そんで、うん、でなんだっけな、ジュラシックパーク、うん、俺全然記憶ないんだけども、うん、ジュラシックパークにさ、なんか2時間半並んだらしくて、ほうらしい。あ、ちょっと待って、240分って何分？240分って何時間？4時間。4時間。4時間だ。2時間じゃねえわ。4時間並んだらしくて、うん、マジ。それで、あれジョバーっつってさ、なんか水がしぶくのよあれ。いや、俺は漏らしてないんだけど。びっくりした、びっくりした。ジョバーよ。ジュラシックパークがさ、ジョバーすんのよあれ。びっくりした。だからカッパが必要なのね。あの最後落ちた後、水がドバーっつって出てくるからさ、カッパで抑えなきゃ、あの水を抑えなきゃいけないんだけど、まあ、結果的に親父がなんかカッパ来たけどずぶ濡れで、なんでめちゃめちゃそのカッパに穴開いてるんだ。そう、4時間並んで、てかカッパがあれ全部バーってなるの、風の勢いで。あ、剥がれちゃう、剥がれちゃう、ファーって。そうそうそう、だから普通に粒濡れで、意味ないや。そう、で、親父激テンション落ちてて、うん、で、おかんはおかんで、乗らないで、先になんかハンバーガーとか買って待っててくれたらしいんだけど、うん、4時間も並んでると思ってなくて、お疲れって言って渡したハンバーガーパッサパサになってたらしくて。で、しかも、そこで飲んだ水めちゃめちゃまずくて。ま、水がまずいなんてことあんの？水がまずいの、マジで。水がまずい。お茶買ったのかな、確か。うん、俺は多分コーラ飲んでたらしいんだけど。らしいしかねえんじゃない、さっきから。誰に聞いた話なの、これ。いや、俺の、なんか自分の話がなんで全部らしいんだよ。おかしいだろう。俺も曖昧にしか覚えてないから、確かコーラだったらしいんだけど。そんなもん。そんで？で、
まずいなとかさ、テンション下がったなってろくな思い出なかったんだけど、うん、なんか次の日かその次の次の日あたりにさ、うん、USJ 工業排水で、うわっ、うん、水質問題があったらしくて、うわー、それじゃねえかみたいな感じで、うん、もう散々もう二度と行かねえみたいな。それで親がカンピロバクターになったってことじゃない？いやいや、大丈夫、大丈夫。なんでつなげんだよ、もう食中毒なんしないでくれよね。違うね。うわー、怖、マジか。やだやだ、食中毒の話しないで、本当に。俺今だって魚も野菜も食べるの怖いんだから、もうやめてよ。あ、魚じゃない、肉だ、肉。うん、その時何もなかったけどね。ああ、今胃袋強かったんだろうね。多分俺だったら多分確実にカンピロバクターかかってるよ、これ。なってる、なってる。カンピロバクターか、あれ。あのアニサキス。うん。最悪やん、最悪だ、うん、もう絶対やられてる、うん、アニサキスに確実にやられてるね、それは。アニサキスって魚じゃない？でもその水の中にいるって汚いから。ああ、水か、あ、うん、そうです、川とかにいるの、うん、で、うん、ちょっとついでにちょっとハリガネムシとかも入っちゃうかもしれないね、ちょっと怖い怖い怖い、うん、というわけで皆さんはストレスを発散するために何かしていることはありますかという。ストレス発散はでも最近は、うん、あれだね、もう部屋で歌うっていう。お、いいじゃない、うん、すごい歌ってる最近。あ、でもね、うん、僕も最近はね、そのスピーカーで大音量でピアノ音源を流して歌うっていうのがストレス発散。ピアノ音源なんだ。そう、ピアノなの。パンピアノさん？ん？じゃあパンピアノじゃないよ。パン、なんでパンピアノ？いや、好きそうだなと思ってね。うん、最悪やん。最悪やん、別に。そんな見ないよ。あ、知ってるじゃん。そうだ、ネタで言ったわけや。あ、いや、分かってる分かってる。パンピアノ見てないよ。いや、でも本当に歌歌うわ、でもね。うん。うん、なんか、ありますか、発散。うん、シルちゃん、僕は最近はね、コーヒーですね。カフェ、うん、カフェですね。カフェ、最近はちょっと飲み始めちゃったんですけど、うん、もう朝起きたらコーヒー、うん、作業して疲れたらコーヒー、うん、なんか嫌なことがあったらコーヒー、もうコーヒーですよ。あ、カフェイン中毒じゃん。カフェイン中毒じゃん。そうなんですよ、もうミルクと砂糖をドバドバ入れて飲みます。いや、コーヒー飲んで優雅な一日だとか言ってたら、なんか一日の、あの、そのなんかバカにされたみたいなツイートしなかったっけ。そう、コーヒーを飲んだことで日常に花が咲いたって言ったら、お前の日常つまんなすぎんって言われた。ひでえよ、それはそれでね。別に人それぞれやん、そんな楽しみね。そこまで言わなくていいやんね。どうせキャベちゃんなんだろうな。どんな日常だったんじゃいって言われた。今までの日常どんだけつまんないんじゃいって言われた。結構ひどいあれだね、でも物言いな。そうだな、うん、スカッとするのはなんか、どうすか、マルグリちゃん、なんかある？スカッとする。うん、俺なんだろう、なんか最近なんか特にストレスを大して溜まってもいないんだ。あ、一番いいっすね。うん、あ、でもそう言われ言ってたら、なんかすげえ、あんたストレス溜まってるよって職場の人に言われたんだよね。何を分かるんだよお前にっていうね。え、職場の人にあんたストレス溜まってるよって言われるの？本人が何も感じてねえのに、なんでお前にそんなことが分かるんだよっていう。道端のさ、すごいなんかゴザとかの上に座ってるおばちゃんに、ちょっとあんたって言われて、あんた後ろいっぱいいるよって言われるタイプね。怖い怖い怖い。いっぱいついてるよあんたって言われるタイプの人じゃんそれ。え、で何、その後は？え、そうっすかねみたいな。ハマってないんだけど、ね、いや、いいな、なんか。うん、はい、それ言われたらすげえ気になるじゃんね。うん、まあ、そう、そうやって言うやついるんだって、性格の悪いさ、なんかさ、なんか、いやいやいや、そうやってストレス感じてないって言ってる人ほど実はストレス感じてるのよみたいなことを言って、え、俺もしかしてどっかでストレス感じてんのかなって思わせるための魂胆なのよ。でもそれを言われたら、いや、お前の今の発言のせいでストレスが溜まったわ、ファックって言ってあげればいいと思います。ね、それなりに、ちなみに何、職場のおばちゃんそれ。え、いや、俺が年下のさ、うん、新人に言われたんだけど。いや、もうそい何歳よそいつ。22でお前何が分かるんだよそんな。22歳、ね、ちょっと、うん、22で何が分かるんだよお前にそんなね。それは抵抗しなきゃダメだよ、マルグリちゃん、うん、それ抵抗しないと。、うん、何で何で抵抗すんの、何抵抗すんの、拳で。よし、じゃあ次のお便りに行きましょう。ありがとうございます。うまく落ちたんで。いや、落ちてねえよ。出口1個しかないの、嫌やな。もう出口1個しかないやん、そんな。もうだって、いや、出口はこちらですってやってあげたんやで、今。もう非常口だもん、完全に。だって うまい出口、今どこでもどこで作ったんだから今、今、うん、こちらだ、こちらだ。逆にね、中腹なのにね。そうそうそう、戦慄迷宮のリタイア扉みたいなやつ、ね。あ、そう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 。スペースマウンテンの途中のとこにいっぱい出られるとこやんね。うん、そうそうそう。いやだ、怖かったらどうぞ。うん、じゃあ俺読みます。はい、お願いします。はい、クレノアの皆さん、クレトモの皆さん、こんばんは。カメと申します。はい、ありがとうございます。バ、は、バ、い、
私のハロウィンの思い出は小学5年生の時クラス全員でハロウィンパーティーをしたことです。いいの、うん、クラスの男の子に一人ボンボンがいて、その人のめちゃくちゃでかい家の大広間でクラス全員かっこ36人くらいで仮装して集まって、お菓子の交換会やお菓子の投げ合いをしたことをよく覚えています。クラスはとても仲が良くてとてもとても楽しかったので、これが私のハロウィンの思い出です。ここまで読んでいただきありがとうございました。これからもクレナを応援しています、ということでありがとうございます。ありがとうございます。えいいスネオだね。ハリボンいいスネオ、いいスネオだわ。うん、でもなんかさ、今になって思い出すんだけどさ、その小学校の頃さ、うん、友達の家とかさ結構遊び行ってたんだけどさ、うん、なんか遊んでる友達結構タワマン住んでるみたいなさ、うん、多かったんよ。すごで、よくよく考えるとなんかすげえでけえさ、マンションのエントランスに行ってさ、ピンポンみたいなんでこうバーンってね、ああ上がってってたんだけど、俺タワマンにめっちゃ行ってたんだなみたいな、小学校の頃。あそうで、最近1階のエントランスで遊んで、うん、そして最近で気づいたの、あのタワマンのとこに遊びに行くようになって、うん、あ、これ小学校の頃、あ、金持ちの人たちだったんだみんなみたいな、その親が。あんまになって気づくやつね。そう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 。うん。だってタワマンなんてなかなかね行かないでしょ、普通に考えたら。ないね。自営団地だからね。うん。そう。だから僕の場合ね、みんな公務員住宅に住んでて。おお、金持ち。みんなじゃないけど。うん。いや、あの古いボロい。いっぱいある団地も失礼だなね。大体の同級生の家をディスるっていうね、あの古いまあまあでも上流階級だなと思って、分かんないけど、ね、今のでチャラには並んで、うん、あ、ダメか、うん、並んで、うん、ダメか。いや、広いじゃん、その公務員住宅って。なんかすごい、うん、なんか敷地がだからすごい鬼ごっこしたりとか、なんかチャリでレースしたりとか、軽泥したり缶蹴りしたりとか、ロクムシしたりとか、めちゃめちゃ遊んでた。そこでロクムシ懐かしい。何ロクムシって。ロクムシご存知でない？知らない。なんかすげえルールが曖昧なんだよね、あれ。あれは曖昧だね、うん、曖昧なんだ。曖昧なんだ。終わんないの、永久に終わんない。夕方くらいから始めて、あの最後の最後まで終わらないで、もう真っ暗になるまで帰れないっていう。ロクムシ始めちゃうと、うん、すごい寂しがり屋が作ったんだろうな、そのゲーム。ロクム知らない人いるかもな。いるでしょ、それだ。今だって今思い出したもん、俺そのゲームが何か思い出せなくて、名前が、うんうん、ずっとモヤモヤしてたんだけど、今すんごい解決したもん。え、実際どういうゲーム？実際はなんかね、ボールのやつ、ね、陣地を2つ用意して、うん、ボールのやつよね、ボールの、ボールを当てる、うん、外にボールを空いてる、あい、なんだ、道、あ、難しい。チーム分かれて、ボールを当てる側と逃げる側で分かれて、陣地を行ったり来たりするんだよね、なんか。今んとこどっちボールだね。あ、でもそういう感じ。うん、1往復すると1虫たまる。そうで、なんかその6、そう、陣地を何回も何回も行って往復して6虫になるまで終われないっていう。でボールが1回当たっちゃうと0虫戻るみたいな。あ、0虫に戻る。だから終わらないのよ。だからもう数で勝負するしかない。無限永久シャトルランみたいな。はい、そう、無限永久シャトルラン。もう無限シャトルラン。なるほどね。だあれ本当に地獄なの。夕方くらいに始めるともう、あ、終わんないから、ね、終わんないのよ。門限でみんなね、バラバラ抜けてって最終的に勝負にならんなってのって終わる。何がやばいって、ボールは簡単に当たるっていう。で、あの陣地内をすごい距離遠く作っちゃったりするともう地獄、本当に。うん、50メートル走くらい、50メートルとかのあの陣地にしちゃうともう無理。そんなんでやったことないです。いや、うちの小学校グラウンド広かったもんだって。だから終わらなかったんだって。いや、それは地獄じゃない。往復100メートルか。あんなだってデブの子供がさ頑張ってたんで、俺、あのでも大体2虫くらいまでしか行かないのよ、どう頑張っても。人の目を盗んでね、2虫くらいまでね行って、で、足の速い子がこう捕まった後に、あ、ゼロ虫戻っちゃった。めちゃめちゃ6虫の思い出あるやん。うん、いや、最悪だ。二度とやりたくないと思ったもんだって。めちゃめちゃあるやん。子供の頃にやってたさ、そういうなんかメジャーじゃないゲームってある？うちめちゃめちゃ流行ったのは目隠し鬼ごっこだね。あー、へえ、あんまやんなかった、こっちで。目隠し鬼ごっこインジャングルジムみたいなのがね。怖くないそれ、だって。いや、めちゃめちゃ危ないのよ。めちゃめちゃ怖くないそれ。いや、めちゃめちゃ危ないのよ。気がする。だから今思うと、うん、多分いじめみたいに見えると思う。ああ確かにね。うん、陣地は例えばジャングルジムのを中心に、まあそうだな、直径まあ10メートルとかの円を引いて、その中でしか鬼ごっこしないなんだけど、結局ジャングルジム見えてないから、鬼がね、鬼が捕まえようとするとジャングルジムにぶつかるのよ。つい痛くない、ね、なんで流行んだよそれが。流行ったんだけど、あのさ、ちっちゃい頃ってさ、ちょっと薄め開けてやってるのにさ、あの、え、開けてないよとか言ってさ、めちゃめちゃ目開けてないのに俺前見えるんだみたいなやついるじゃん。いるね、白が持ってるやついるよね。あれ僕です。お前かい。あれ僕です。目隠しをよくめちゃめちゃ得意だったね。あれ僕です。目隠しをやおちょやないか。怪我しちゃうじゃん。そうそうそう。でもマジか危ない。本当に目つぶってやるとカーンってやって、普通に単行部できてる人いたもん。
そうだよね。ジャングルジムとかちょっと痛いよね、ぶつけると普通に。いや痛い。だって鉄の棒だもん、あれただの。鉄だもん、うん、鉄パイプの集合体やからね、あれね。鉄だもの、うん、そう。うわあ、ジャングルジムちょっと登りてえな、久しぶりに。いやでもさ、そう、住んでるとこがさ、我々結構バラバラだから、多分ねローカルであると思うんだよね。なんだろう、このとこあるよ、あるある、あのね、カントリーマームっていうゲームが。知らない何それ。知らない、カントリーマーム。知らないわ、分かんない、カントリーマーム知らない。うん、あ、じゃあこっちのあれなのかな。いや、お菓子じゃないんですよ、うん、あのブランコを使うゲームなのよ。全然ピンとこないもん、うん、でカントリーマーム、カントリーマームの空き缶の缶にそれを取るっていう、うん、カントリーマーム、カントリー、あ、あのブランコって、ブランコのあの2台あるじゃん、ブランコが、うん、で線を引くんですよ、ドッジボールみたいに、うんうん、で真ん中で区切って缶をその相手の陣地内のめちゃめちゃ端とかにアクロバッ、もう2人ともブランコ乗りながら、うん、缶をすごい遠くに置くの、相手陣地を、うん、で10秒以内に取れなかったら負け、まあ、カントリーマームやろう今度。え、教えてあげるわ。いやいいよ。あれね、めっちゃ白熱すんねん。いやいや全然全然いいよ、やらなくて。楽しいからやろうよ。いやいや待って、大丈夫、あのブランコないから最近もう、うん、そう、あのね、ブランコ今まっすぐ焦げないのよ俺、うん、今発番歪んじゃって、え、うん、分かんないけどさ、なんか 小6ぐらいからブランコに乗るとさ、まっすぐさ焦げなくてさ、隣のやつにぶつかるっていう大事故起こる。どういうこと、どういうこと、それ横に漕いでんじゃない。違う、だってまっすぐ焦げないやつがもうメンバー内にいる時点でもうカントリーマーム怪我するじゃん、普通に最初からもう。いや、あのね、カントリーマームはまっすぐ焦がないのよ。いやいいよ、怖いからやめよう。斜めにもう八の字を描くように漕いで、うん、いかに相手陣地の一番遠いところに、うん、あの缶を置くかっていう。いや、だから体ももう横なのよ、地面と平行になってんの。もうね、それが楽しくて楽しくてしょうがなくて、うん、ウルトラマンみたいな。あ、ウルトラマンみたいな。へえ。だからもういつもさ、あのブランコの右を右手で持って左手でさ左を持つじゃん、うん、もうブランコの右を左手で持って体を右に思いっきり反らして、うんうん、めちゃめちゃもう腕をギリギリまで横に伸ばして缶を置くの、相手陣地の。怖いな、でもなんかちょっと危ないんじゃないですか。危ないよ。危ないんかい。危ない。どうすんの、それで怪我して入院とか言ってさ、あれ。いや、なってないから。ああ、まあでも子供だから大丈夫なんで、大人になってからそういう遊具とかで怪我すると結構本当にシャレにならないからね、マジで。そっか、うん、でも確かにさ、俺もさ、ブランコさ、あれ2個あるじゃん、公園にブランコ、うんうん、片方をさ、なんか一人普通に漕いでんのよ、うん、で、もう片方のやつをがさ、それを横から引っ張ってさ、うん、よく隣のブランコのやつにさ、ぶつけるゲームっていうのやつ。 あ、それはいじめです。これ俺それでいつもさ、ブランコ当たらずに避けられたっていうさ、伝説持ってんだけどさ。危ない危ない、それ。いやでも今乗ったら、あのまあなんか確かに遊具結構なくなってるもん、ね、そうなくなってるんだよ、そう、公園の、うんうん、危ないからね。タイヤブランコって知ってる？タイヤブランコ知ってる。タイヤブランコね、マジでやべえから、本当にもう大怪我するからね。毎年うちの小学校あったんだけど、タイヤブランコ、うん、毎年その怪我すんのよ、誰かしら。うん、うん、いや撤去すればいいじゃんってもうずっと思ってたんだけど、毎年怪我して、なんかあの十何人くらい怪我してやっと撤去されたっていうね。ね、それ回転するやつ。そう、あー、それね、僕トラウマがあって、うん、うん、あの父親に乗ってめちゃめちゃ回されて、うんうんうん、あの体の中のもの全部吐き出したことがあって、タイヤブランコやべえやろ本当に。大人の力で回されるとマジで地獄なのあれ、うん、本当に。あ、そう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 、3人くらいで乗って、1人がそのなんかまあデブガリガリで乗って、ね、あ、それはそれはやばい、ね、あ、 DGG ね、 DGG で乗って G の1人の子がこうくるってこう、あのチェーンのとこにボーンって頭ぶつけて、うんうん、何針縫う怪我を負うっていう。あ、怖いですね、うん、あの回転系の遊具は危ないんですよ。いや本当に、あのさ、すごいでっかいさ、地球儀の巨大版みたいなやつで回転するやつなかったっけ。あ、あったあったあった、あのジャングルジムの、ジャングルジム回転するやつだ。 あ、うん、あれはもう全国にほぼないって言われてる。いや、あれはだってもう怖いもん、あれ本当にやばいぞ、うん、子供ながらにあれ怖くてあんま乗れなかった。わかる、遊具絶対怪我すんじゃんこれと思って。あれめっちゃ早く回してさ、吹き飛ぶみたいな。あ、そう、吹き飛ぶみたいな。あったかも、うんうん、あったかも。あるあるある、あったあった。あれは本当に危ないってんで、結構初期の段階でなくなってたけど、うんうん、ちょっともう公園行けねえわ怖くて。はい、というわけでね、あの全然なんでこんな話になったのか分かんないですけど、ね、あの僕はこうハロウィンで仮装してなんか友達と一緒に集まったみたいな思い出はないです。以上です。次行きましょう。はい、悲しいですね。しかもさ、俺らさ、絶対こういうさ昔話すると痛い話絶対出てくる。なんだ、痛い話とか覚えてるよね。覚えてるから、ね、やっぱマイナスなことほど覚えてるからね、うんうん、じゃあ次お願いします。はい、大丈夫、俺読もうか。はい、じゃあラジオネームみちおさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
皆さんこんばんは。いつも楽しく拝聴しております。私が大学生の時、ハロウィーン当日のお昼休みに友達とご飯を食べていると、一つしかない入り口から多学科の男子10人くらいの集団が仮装して食堂内を一周していきました。私たちのテーブルにも来て、ハッピーハロウィーンと言ってアメちゃんを置いていきました。逆だろうな。その中に半裸にマジックペンか何かを塗りたくって、うん、デスノートのデュークの仮装をしていた子がいたのですが、午後の授業もそのままでクタでした。いいなぁ。あのね、何点かあるね、ツッコミ。いいなぁ。まずよ、マルグリちゃんがハロウィーンって読んだにつられて、ご飯って読んだところがね、まず、ご飯、あれご飯って言ってたから、ハロウィーンにつられて。俺、ご飯って言ってた。ご飯って言ってた、完全に。うん、完全に言ってた。ご飯って書いてないからな、別に。次が、うん、まあ、次が、まずね、なんだろうな、男子10人くらいの集団が仮装して、食堂内一周して、テーブル来て、ハッピーハロウィーンって言って、アメちゃんを置いていくね。これ、逆だね。くれなきゃいたずらする側だね、男子は。お前らがくれんのかいっていう。お前らがくれるのは、それもただの大阪のおばちゃんやつ。ただの大阪のおばちゃんですよ。で、3つ目があのデスノートのデューク、これでサライエです。リュウだからね、リニー。リュークです。リュークサライエ、ね。デュークだとサライエか、そのテニプリに出てくるあれになってしまうんで、ホームラン打つ人になっちゃうんで、リュークです、リューク。リュークね。うん、リュウ君、間違って覚えてたんだろうね。これでやっぱちょっと一つ賢くなったね。一つ賢くなりましたね、本当に。うん、でもいいな、なんかこんなさ、ね、陽キャのね、成功例みたいな、ね。そう、だってこんな、ウェイの、多学科のウェイの集団がさ、突然入ってくるんだよ。めっちゃ面白くない？うん、しかもアメちゃん置いてくるんですよ。そう、飯食ってて、でもこれになってる時のこいつらの心境は、もうみんなで仮装して集まっちゃってるからさ、もう誰に話しかけて もう怖いもんなんかねえよみたいなさ、もう。うん、あれで特にもうそのリュークのやつ、うんうん、もう今日の俺一番もう面白いだろうって絶対思ってるもんだって、うん、その後の授業までね、きっと楽しかっただろう、うん、もうその日は全然もう何しても許されるんだろうなみたいなさ、うん、いやいいな、でもちょっとやりたいわそういうの、うん、学校でハロウィンを感じたことがないかも。ないよね。そう、うん、ありますよ。あります？小学生の時にね、うん、6年生だね、うん、もう本当に道徳の授業ですよ、うん、みんなで仮装して街を練り歩こうぜって言った、前回学校行こうで未成年の人やろうぜって言ったパリピ先生がいて、うん、お前何でもありかよってすごい思ってたんだけど、うん、もうなんだろうな、やる気のある人とやる気のない人間の差がすごすぎて、うん、もう僕はやる気のない人間だったので、あ、黒いゴミ袋を頭からかぶるだけっていう、あ練り歩いてた、うん、ところ、あ、それいいなって周りのさ何人か見て、うん、みんなゴミ袋を上からかぶってさ、目をさくり抜いてさ、めっちゃ見えるようにしてみたいな、コルトピみたいな感じ、あ、コルトピみたいな感じ、コルトピ髪の毛やろあれね、あら髪の毛、じゃあ神田とかそっちないね、で結果的に数十人の黒いゴミ袋をかぶった集団ができちゃって、完全になんかね、真っ黒クロスケみたいな感じで練り歩く感じで、キーの目で見られるっていうね、そういうことがありましたね。いやでもさ、やっぱなんか子供のうちってさ、そういうのやろうとか言われてさ、うん、やっぱちょっと恥ずかしいみたいなのとか、まあ、恥ずかしいです、恥ずかしいからさ、うん、いや俺興味ねえしみたいな、うん、感じになりがちじゃん、そうだね、うん、でもちょっと今思うとやっておけばよかったなってすごい思うわ、うん、でもさ、ちょっと待って、小 6？ パリピ先生小学校？小学校早くね？ん？なんかそういうさ、恥ずかしいしみたいになるの、うん、いやいや、もうよ、小6もうもう小5小6ぐらいからもうなるなる、いやいやいやみたいな、ランドセルもはずいしみたいになるじゃん、うん、やめっ、うん、感覚的には僕は背負ってましたけど、結構周りがもう、うん、そう、リュックになってるやついたよね。いや、いるいるいる、リュックいたんで、リュックになってるやついるいる、リュックになるやつ、急にリュックになるやつ、うん、小学校でそういるいる、しかもあのアディダス、アディダスとプーマどっちかなんだよ絶対、そう、うん、なんか変わるやつがいてさ、まあ、言うて俺もね、小5で肩掛けバッグに変わりましたけど、ほらだ、そうじゃん、恥ずかしかったでしょ、ランドセル、違う、普通に壊れた、そこ抜けた、そこ抜けた、ランドセルの安いランドセル使ってたんじゃないそれ、ね、やってんね、うん、どうして抜けるしたらそうなるん、いや俺本当にさ真面目だったから、うん、毎日置き弁しないで全部持って帰った、うん、あーすごい人だ、うん、そうだから、それであれもう耐久性ボロボロになっちゃった、6年、うん、5年の後半で、うん、だから普通に帰り道ゾンみたいなさ、ギャグ漫画みたいにさゾンっつってそのまま抜けてゾンめっちゃ想像できた今ゾンゾンっつってめっちゃ想像できたその効果音ずるいな、うん、なんでゾンなんだゾンそんななんかなんか出てこない、うんうん、いいね、そこで小1まで使ってたさ筆箱、うん、
筆箱も小1から変えてなかったんだけど、それを持ってなんかあの無印みたいなさ、ちょっとあのプラスチックケースみたいな、なんかそこで変わってから、うんうん、お前いきなり垢抜けたなみたいなさ垢抜けたって面白いな。そうなんだ、急に垢抜け始めるんだよね。なんか何かあの鉛筆からシャーペンに変わるとか、ね、あーもうもうね、うん、うわーみたいな、うわーみたいなのになるんですよ。あるわ、お前垢抜けたなーっつって全部ね、特会だからさ、うん、俺だけ、あの、うん、俺に関してマジで特例でランドレスセールじゃなかった、本当に。あの、毒グリからクルトガになるみたいな。違うね、違う、なんで、どういうことなんだろうって今ちょっとすごい考えて、なんて拾おうかと思ったけど全然言葉出てこない、うん、ごめんね、シルちゃん、ごめんね、なんか懐かしいね、クルトガめっちゃ黙り込んで考えたのに、うん、いやでも僕アルファゲル派だったからね。いや俺はあれだったわ、ドクターグリップのフリシャだったから俺は、うん、ああそうね、うん、ドクターグリップのフリシャでしょ、やっぱこうやって振ったらね出てくんだよ、シャーシンが。てかそれしかシャーペン知らんかった。あでもアルファゲルみたいなの知ってるかも。なんか柔らかいよ、うん、そう、アルファゲルはでも書きづらかったあれ、うん、あ本当。オムレツ苦手だったわあれ。あれ結構好きだったよ、うん、アルファゲル派だった。あれでも破けちゃうから、そう、うん、手癖悪い子はね、あの爪立てるからあれにね。ああ、うん、すいませんね、こんな空気にしてしまって、うん、まだあれじゃん、これいつ残ってるのに、もうほぼ終わりの時間くらいになってるから、ちょっともう終わりますか。終わらないよ、大丈夫です。大丈夫です。シルちゃん読んでください。はい、読みます。最初の一文やっぱ読まないと。うん、これどっち、これでどうなるかどうかがこの配信にかかってるところ、うん、はい、これ下の方でいいですか。うん、下の方じゃないですか。はい、ではいた読ませていただきます。はい、あ、お願いします。これにかかってます。はい、はい、クレトーモモモモと申します。うん、お、今回はかぼちゃ収穫祭の思い出についてですよね。やっぱり毎年やる友達との菓子パが一番楽しいなという気持ちです。マシュマロやチョコマシュマロ、焼きマシュマロにマシュマロクッキー、マシュマロケーキ、どれも魅力的ですね。何を食べても太らない気がしてしまいます。まあ3キロ太るんですけどね。太りすぎだろ、うん、そういえば小4の時かぼちゃ収穫祭の日に、えっ、そり多分こっそりだ、みっそり、かぼちゃ収穫祭の日にこっそり、こっそりだけど、こう入れ忘れちゃったのかな。あーにこっそり友達とお菓子を持ち寄ったことがあるんです。バレないように小袋のお菓子を何個か。でかそうだな、すげえ。余ったお菓子を保管する場所がなくて、クッキーを筆箱の中に入れてたんですが、先生が来た時に焦って筆箱を落としてしまって中身がまき散らされ、ここから先はお察しな展開です。あの学年集会は二度と体験したくないですね。まあ小6でまた呼び出されるんですけど。私のかぼちゃ収穫祭の思い出は楽しいことや、楽しいこととやべえことで本当に濃すぎるんですよね。ポテトチップスとマクドナルドのポテトを混ぜてチーズを振りかけてレンジでチンしたみたいなレベルで濃いですね。食べたことはないですけど1000キロカロリーくらいありそうですよね。長々とここまで読んでいただきありがとうございました。良いお年を。以上、メモクロ郵便でした。はいはいはい、もう流れる時を流れなさい。ちょっとどん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 、その流れ言っといてよね。全部やったよそれね。言っといてよ。これは終わる時のブリッジミュートの音だ。言っといてよそれね、終わるんなら。まあまあなんか、まあ触れることはないですね、このまあメールに関して。はい、正直イラッときたんで。なんで、ええじゃあ触れますか。うん、触れますか。だってかぼちゃ収穫祭、まあ、全然関係ないんだもん、道中からも。まあこのあのバレないように小袋のお菓子を何個かの小袋がカタカナだったんで、はい、うん、もう僕はもう頭の中ずっとあのあなたを忘れるってずっとな小袋が流れてるんですよ。ハロウィンの曲なんかないよ小袋に。うん、あんのかな。なんあんのかな、わかんないけど。聞いたことないよ。うん、うん、まあなんか多分楽しい方なんでしょうね。うん、うん、はい、よかった、ね、うん、じゃあ楽しいんじゃないですかね。うん、うん、はい、以上メモクロ郵便でした。どん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 このね、この笑い方もね
笑い方も今ブリッジミュートに合わせようと思ったけど結構早かった。いやーむずいわそれは。続かない続かない。いやー、うん、でもたまにでもこういうの拾ってねそのままスルーして終わるっていうな、ね、展開も悪くないかなっていうね、うん、まあまあ確かにねそういうのもありだと思う、うん、新しい展開です、ね、そうですね。ちょっとはい、うん、かぼちゃ収穫祭の話ほとんどなかったですからね、うん、そうですね、まあ、今見てる中にこのクレートーモモーモモですか、うん、はい、いらっしゃったらね怒らないんで出てきてください、はい、よろしくお願いします。はい、はい、怒らないんで、はい、よろしくお願いしますね。というわけで、ね、今日も楽しかったですね。楽しかったですね。33回ということで、はい、はい、よかったですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、このラジオでは、毎週ねメールを募集しておりますので、はい、まあ、ぜひぜひね、はい、どしどし皆様送っていただけましたら幸いでございます。はい、はい、いやーありがとうございます。ありがとうございます。さ、もう月曜日が10回もないんですよ、うん、今年。あ、あらごめん、別にそんなわざとらしい反応したわけじゃない、ガチですよ。いや、わかる。大丈夫大丈夫、全然わざとらしいかろうが、そんなわざとらしいやつじゃない、これガチで大丈夫で大丈夫で、うん、うん、マジ？いや早すぎ？終わりですよ。うん、早いわ。だって2ヶ月ってことはあと8回くらいでしょ。確かにそうだね。ね。なんか早いですよ、だから。いやー、まあだからこ、クレトーモモーモーさんが最後に良い音しようって言ってましたけど、こう、ね、早い早いね。全然冗談でも何でもなく、ね、本当にもうそういうレベルですね。はい、うん、時期が来てますよ、うん、まあそういう時期が来てますね。でもなんか今年イベントらしいイベントしてねえわ。うん、本当にね、うん、僕らやっといてよかったよ、ね、本当になんかちょっとクリスマスなんかしよう、俺クリスマスなんかしようか、じゃあ、うん、クリスマスなんかしよう、ケーキ作ってあげる、ケーキ作、うん、家の中だね、うん、いいねケーキ作りますか、じゃあ、うん、ちょ、うん、お俺って、そうですけど、なんか誰が一番ケーキ高くできるかゲームする。いやもう高くできるか、いや、え、それは何、高さ的に、それとも価値的に、え、高さ、あ、高さ的に、ね、さすがに勝っちゃうよそれは俺、うん、いや、こっちはアロンアルファ使うんで、いやいや勝てばよかろう、作るな、うん、食品サンプルにすな、うん、うちだって中心にさすまた入れちゃうもん、いやいやいや、ずるすんなって、うん、ちゃんとスポンジとかでこう積み上げていって、なんか、うん、本当ですか、はい、あー、まあでもケーキ作るのもいやありかもしんないわ、うん、なんでだろう、ケーキ作ってよ、じゃあ分かった、じゃあ作りに行くわ、じゃあ行くわはい、というわけで本日反省会は私でございます、よろしくお願いします。はい、スタンガンさんです。はい、はい、いやー、ゲン、うん、さんもね、いろいろ今日来てくれてたみたいで本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、よかったらね、サポートじゃないサポーター登録して通知のオンしてってくださると嬉しいです、うん、ありがとうございます。お茶爆もね、あ、お茶爆ありがとうございます。いやー、やっぱポケモンマスターは違うね、やっぱね、気前がいいですね、本当にね、うん、クレノアでキャス配信してくださいって、これ今でもクレノアでキャス配信してますえ、だクリスマスにでしょ、あいや今してますけどじゃないじゃん、うん、それはさすがに何言ってんだと思ってもって言われるんです、うん、今してますけど、主語がないと全てがね入ってこないみたいな、そうだね、はやとちり、はやとちりでした、すいません、はやとちり、はい、はやとちり、すいません、うん、申し訳ないでね、はい、じゃあ終わりましょうはい、じゃきますよ、いつもの挨拶ですね、はい、はい、せーの、おつくろー、バイバーイ。